満館所々は夏目漱石の随筆である。漱石は1909年9月2日から10月14日まで満州、朝鮮を旅行した。その寄港文が満館所々である。朝日新聞に1909年10月21日から12月30日まで掲載され、1910年5月、夢十や、英比、商品、文帳とともに、春陽道館の 4編に収められ、出版された。伊藤博文暗殺事件の報道のために、しばしば救済されて、51一ンからなり、ここまで新聞に書いてくると大晦日になった。2年にわたるのも変だから一先やめることにした。として、武順の単行見物を描写した回で、掲載終了となった。このため、満刊ところどころというタイトルであるが、内容に、 大韓帝国は含まれず、当時の満州に関する描写に終始している。南満州鉄道総裁の中村正公に誘われていった満州旅行の旅行記である。胃の調子が悪くなったため、漱石は税行に遅れて満州に渡った。漱石の書生だった満鉄職員の又野の郎の案内で大連の造船所や工場を見学した。漱石が17歳の頃、 共に自炊生活を行った農学者の橋本、佐五郎が訪れ、その後は共に行動し、旅順の戦闘に参加した注意の案内で、旅順の古戦場を見学した様子なども紹介される。主に、日本人社会の中で行動し、中国人民衆に対する言及は若干あるだけである。馬車に惹かれた老人の目撃談や、シナ人の匂いに対する政治的な嫌悪感、 少量での観光の時の落ちた草植物を拾って番頭に売る子供の話などがある。漱石の日記によると、漱石の満館旅行の旅程は以下のようなものである。9月2日新橋発下関行き寝台列車に乗り出発。翌9月3日朝に大阪機日満連絡線鉄霊丸に乗り換えて瀬戸内航路から文字経由で9月6日大連機。 大連市内見学。9月10日、旅順見物、大連に戻る。南満州鉄道に乗って9月14日、熊竹城、9月16日栄光、9月17日湯、三陰市、9月19日宝天、9月21日武順の炭鉱見物、9月22日春便、9月23日長春、9月25日宝天に戻る。 翌9月26日にまだ軽便鉄道だった安佐佐久線で奉天を立ち、9月27日安道、9月28日に少城機で王力港を渡って朝鮮に入り、新ウイから病院安機。9月30日京城につき、10月2日、二川、10月3日会場など10日余り滞在。10月13日に、 京城の南大門駅発の急行で半島を南下し、富山紀子すぐ連絡船に乗船し、翌10月14日、下関期である。このうち、満館所々で記述されたのは9月21日の部順に到着して、炭鉱の見学をするところまでとなっている。作中で使われている、ちゃんという、中国人の故障や労働者の描写は、漱石の帝国主義、 植民地主義に基づく差別的な表現として日本国内外の研究者の批評検討の対象となっている。批判的な立場からは韓国の研究者である僕広島がクーリーを不潔とみなす箇所についてこれは帝国主義的な国家衛生思想に根ざすものであり帝国主義の正当化と主張している。また満館所々の中国語訳者の王政は 別称であるちゃんという言葉が使われていることから当時欧米から別紙を受けた日本の知識人階級が中国人に対し持っていた差別的意識が漱石からも感じ取れると述べている。一方アメリカ人研究者のジョシュア・フォーゲルは漱石が中国人に好意的であったか否かについて分析することには意味がなく差別的と見られる表現法は 現実を描写する手法に過ぎないと主張している。その理由として、そのような表現は、風刺、当てこすりのためのものであること、作中には無別のみでなく、中国人への賞賛の言葉も見られることを挙げている。また米田俊明は、クーリーを貶めることによって、改逆的に中村正志コーラをけなす意図があると表し、伊豆俊彦は、国家権力の影響下にありつつ、 文学者としての表現法を工夫した結果作られた、国稽化された文体であると評している。朝日新聞文化グループ記者の牧村健一郎は、漱石は、満州を満鉄の全面的な支援で旅する、社会的意味を知っていたと推察し、政治的、社会的な文脈を消すために、気楽な同窓会旅行のスタイル、下作じみた文章が選ばれたと考え、差別的表現も 坊津ちゃんの文章にも見られる下作的な誇張表現とする。また、漢詩文に親しみ、中国文化を深く尊敬していた漱石には時代に悪乗りした差別感情はあったとは思えないという見方を述べている。漱石の妻、夏目京子の回想漱石の思い出によれば、満州行きは、 中村さんが給友を連れて行っていろいろな風物を見せてやろうというおぼしめしだったのでしょうが、その他に自然当時は人がよく知らない満鉄の事業や何かの紹介をやらせようということでもあったと見えます。しかし自分では別に超鎮持ちをする気はなかったでありましょう。と述べており、また中村忠子皇宗席が高価の人間には自堕落なものが多いが、 あれは全く真偽に熱い人間だ。頼めば何でも本気で真身にやってくれるから帰って迂かつには頼めないと評していたことが紹介されている。さらに10月の中旬に玉やらカワセミなどをお土産に帰国したことも書かれており、漱石の骨董趣味の話も紹介されている。秋山豊の漱石という生き方には1914年の 漱石三謀座談での漱石の発言が紹介されている。僕の考えでは、賄賂を取って、明日からでも取った相手を攻撃するだけの覚悟のないようなものは、賄賂を取る資格がないと言うんだ。僕が満州へ行った時、絶好からそれでも、五六百円もらったかしら。しかし、明日でも、その必要があればあんな奴、立ちどころにやっつけてしまうね。と漱石は発言した。漱石は、 長塚節の道の観光に寄せた序文で、長塚が満館ところどころのある会を読んで、人を馬鹿にしていると大いに憤慨したという話を自ら書き、君から傾聴の疑いを受けたあまりにも真面目な道を読む目はあるのである。などと書いた。同様な文学者の中国見文記としては、双葉亭氏名の満州実業案内や、 芥川龍之介が1921年3月から7月まで毎日新聞の特派員として中国を取材し、7月下旬から上海有機などを連載し、後に品有機としてまとめられたものなどもある。ありがとうございます。